あゆさん歌ばっかり歌ってあんた救助を言うてんやろ、救助を背負って海に立っといたらなんとかなるんかと言ってきはる人もいましたけど、昔川口真由美ちゃん怖い歌歌ってんな、そういうような世界でした。救助っていうことが、まあまりにもかけ離れてる日本の人たち、もうちょっと考えてろってずーっと歌いながら、まさかでもこんな状況になるなんて私はびっくりしながら絶対止めたいと思っています。まさかの戦争。この間ゴーデンさんの集会で歌いました。手拍子入れたら嬉しい。歌を歌ってどんな時も歌を歌ってきた。平和がいなくなるなんてどんなことなの、歌えなくなるなんて怖くて仕方ないよ。まさか戦争になって平和がいなくなるなんて思いもしないんだろう。叫ばなければ声を上げなければ平和への道は遠いのか。だけど手繰り寄せれば声を止めずにいれば開こう、目の前の現実を感じよう。声を上げよう、手と手繋ごう。確かな確かな明日のために、yeah. ピアノ歌手曲確かな
イエーイ。これ最近作りました。私あのコロナ禍でめちゃめちゃ暇人でしたんで歌ばっかり作ったりですね、なんか伴奏ピアノエレクトーンでしたから持ったからピアノを変えてやったりとか、なんとか生き延びたっていう感じで、本当に日常生活はですね、子供言うこと聞かへん、高校生の子供が出っ放しで、ほんまに言うこと聞かへん、腹立つわって思いながら、自分の作業所はですね、ちょっと時間で閉めたりとか、いろいろやって、なんとか感染したらあかんと思いながらも、自分の子はどっか生き下ろして、おーいってなりながらでした。そういう日常がある中で、